当山ご住職のご訪問を聴問させていただきます。本堂八本所見上行所伝本人下師の南無妙法蓮華経。4月の8日以降、5月の31日まではこの神奈川県も緊急事態宣言下になりまして、4月8日からはお寺の通常のお参詣ご奉公約2ヶ月にわたってストップをいたしました。4月には三大の一つであります門祖へを奉収させていただく予定でおりました。またこの7月の12日も他寺院からお同志をお迎えしてこの街道へをお務めさせていただく予定でございましたが、4月の門祖へはほとんど無参詣状態で私が同志を執行させていただきまして、そして今回の街道へ6月の1日から通常の参詣ご奉公が戻ったわけですけれども、未だ感染がとどまりませんので、一座二部制という体制を敷きましてですね、なるべく三密を避けるというようなことで、今日この三のご参詣になった次第でございます。今朝もお話ししたんですが、天正寺のこの街道へがお盆の宗衛魂と練習されるのは実に11年ぶりのことでして、そして、一座二部制という、やり方をしたのも23年ぶりなんですね。11年前といえば先住日照上人の奈良ご住職でいらっしゃった関係で、この街道へとお盆はたびたび編集という形が多かったんですね。そして23年前は平成9年になりますが、この天正寺がこの場所に立ってからちょうど50年だったわけで、その時はだいたい600名を超えるお参詣がございました。今ソーシャルディスタンスでこの本堂のまばらに座っていただいていますが、当時のお参詣というのはこの椅子が全部取り払われましてですね、ここにみんな正座をしてお参詣したものなんです。みんな正座をしてお参詣するとこんな狭い本堂でも200名ぐらい入るんですね。ここは600名というともうその3倍ですから当然入るわけない、ということで異例改正ということで一座二部制、そういうことを敷いたわけです。で今回は事情が違って、いわゆるソーシャルディスタンスを取らなければならない、こういうことで満座にするわけにはいかない、それで、入れ替えをする
まあ、こういうことなんですよね。ですから、本当に時々節々によっていろんなやり方も変えなくてはならない。まあ、これだけでございます。まあ、しかし、お寺の状態が、活動自粛参詣がなかったにしてもですね、おかげさまでこの現在の天正寺は隣にあります、樹木葬というものが大変好評でございましてですね、毎日のようにご契約者が訪れるということなんで、ここのお寺に入っちゃダメ、この敷地内に入っちゃダメということはできない。こんなコロナの中でもですね、熱心にこの樹木葬へお花を手向けに来られる方がたくさんいらっしゃる。またご信者ではないんですけども、心ある方々はこの本堂の前を通るときはちゃんと合掌してお通りになられる。そういう意味ではこれこそお寺の存在意義があることだなと、私はそういう光景を見て思っている次第でございます。今日は所属のご信者がそれぞれ、開堂上人へのまたご先祖への思いを込めてお参詣をなされたわけでございましてですね、今日は迎え受けるご信者方もいろいろと万全の体制を整えて皆さんのお参詣をお待ちし、そして心よくお帰りいただくため精一杯連日、そして今日も朝から早く詰めてご奉公をくださっております。幸いここのところの戦場交雨隊というもので、昨日も夕方ものすごい雷を鳴しまして、どこかにどうも落ちたようなことで、救急車はその後2、3台行ったぐらいのことを見聞きしております。そんな中で今日は幸い朝から雨が降らずにですね、だんだん蒸し暑くはなってきておりますけれども、何やともあれ雨が降らずにこうしてお参詣が、できたこと、本当に感謝をさせていただく次第でございます。どうぞ今後とも新型コロナウイルスにどうぞ感染をしないように、そして感染をさせないようにですね、日々に、努めて、いきたいと思いますので、そしてなおかつ皆さんのご信心ご奉公が成就できますように、祈念を申し上げてご挨拶と返させていただきます。ありがとうございます。それでは本日のご教科を拝見させていただきます。ご教科に政府はどんな親父と人とはば、何にも知らぬ真の俗物。政府はどんな親父と人とはば、何にも知らぬ真の俗物。仏流街道日清聖人お示しいただきましたご教科でございます。このご教科は街道聖人ご自身が人から長松政府というのはどんな人だと問われたら、何にも知らない、ただただお題目を信じ、お題目のご信心を世に広めた一介の俗人だと答えなさいとお示しのご教科です。清風はどんな親父と人とは、何にも知らぬ真の俗物。本日は三大の一つである街道絵であります。街道絵とはこの本門仏流宗を立ち上げられた仏流街道長松政府日清聖人のご命日にちなんで営む模様です。今一度あらましご一生をご紹介いたします。文化14年1817年
商家に生まれた王子千次郎氏こと後の海道商人は、幼少の頃から書画詩歌に秀でられ、14歳にして人名録の平安人物詩に名を連ねられました。成長して国学者木戸仕立の門に入り、25歳の時公家の千草亭において源氏物語を講じられたのであります。この頃に政府と号するようになりました。同年最愛の母親を亡くし、人生に懐疑を抱き、菩提寺は浄土宗でありましたが、極楽往生の教えに納得ができず、諸宗遍歴を重ね、江戸遊学より戻った29歳の時、揮毫会が開かれた本能寺浄音院の席で、住職の修伝日曜氏の教化により、この本門法華経の修士に出会われました。次来熱心な在家信徒となり、32歳の折無着日曜商人のもとで出家得道を果たされました。しかし当時の本門法華宗は、僧侶と男信徒との在り方が乖離し始め、信心をもっぱらにすることが失われつつありました。おまけにそうした志士の志を持たれた清風氏に対する風当たりは相当のものがあり、ついにお寺を離れられ、お題目不詳現象御利益を前面に打ち出された。寺を持たない残家信徒宅でのお香を報酬し、わずか数名の信者を持って本門物流校を開校なされたのであります。時に幕末安政4年1857年正味40歳の正月12日のことでありました。次来ご偶通ご奉公に決まられましたが、周囲の温室を買い、居場所を8回も変わり、牢に3度も入られましたが、その間大津物流校の開校、法華堂の設立認可、明治2年1869年には龍聖寺を学問所として借り受けられました。そして京都府知事より、認められ再得道を許され、明治7年1874年戸籍登録によって長松清風と名乗られるようになりました。明治12年1879年本門物流妙高一座を制定、明治14年1881年11月龍聖寺にて高祖日蓮大寺六角開本記を奉修、参詣者1万5004名を数えたといわれます。明治17年1884年校内にて造反があり、府野省の法宅に院政、弟子の三牧日門氏が龍聖寺住職となり、ご自身は大孫子と尊称されるようになりました。明治19年1886年自ら墓碑を建立、明治22年1889年8月に遺影となる写真を弟子の日門氏によって手配、翌明治23年1890年大阪新会場、神戸新会場の開園式を執行、同年7月15日龍聖寺の御修行参詣を奉修、7月17日大阪畑新蔵宅へ向かわれる淀川の下り途中の 茶店にて宝珠74歳をもってご宣言となられたのでございます。このご教化は明治23年6月3日に神戸教実組信徒滑川勘三郎宅にて報酬されたお香をもって神戸新会場開園式となり、その席で読まれたご教化と伝えられます。わずか10名足らずで発足した本門物流校も20年足らずで万人を有する組織へと発展していったわけです。しかしローマは一日にしてならずともいうように、その間には内外からの迫害温室があったのでございます。中でも校内の改良を叫ばれたおり、高祖六角開本期後に優勢を極めた中で造反が起こり、街道商人に反旗を翻した輩が続出しました。
ところが不思議にもお鉢の現象が現れ、大半のものが懺悔して起伏するようになったのです。どんなに良いことをしても、どんなに良い人であっても、誤解や齟齬によって人の輪が乱れる場合があります。そしてその結束力も集まる人たちのモチベーションなどにもよりけりでございます。かつてソニーの創業者である森田昭夫氏が、日本の企業は神輿です、一生懸命担いでいる人もいれば、ぶら下がっているだけの人もいる、挙句の果てには屋根によじ登っている人もいる、それでも目的を果たすのは担ぐ人たちの力です、アメリカではそうはいきません、と日本の企業のメリットデメリットを大的に指摘しておられます。優秀なリーダーがどの分野にも求められるわけですが、いつでもリーダーに頼ることだけが良いのでしょうか。リーダーこそ様々な経験をし、苦渋や辛酸を舐めてきたからこそ、その時代に乗り時代を開いていくことができるのだと思います。いみじくも高祖日蓮大師は大難しかと湘南数知れずの五難を乗り越えられ、しかも幕府と対峙する中での清掃やお弟子信者の離散も経験されておられます。毛祖日流商人は公家や武士との接近による寺院の権威権力主義と戦われ、町衆のための信心信仰の確立を目指されたわけです。しかしながらそうしたご不遇を果たされました。街道商人もさらに民衆による民衆のための真理信仰の確立を目指されたわけです。しかしながらそうした街道商人の御心を踏みにじるような輩もいたのが現実です。一介の学者としての身分をかなり金繰り捨てて、お題目の信者行者としてご苦痛に励まれた気概をこの御教科で拝察することができると思われるのでございます。物流街道日泉商人のご指南に、その釈服というのもこの頃の京家筋は唯一なり、それは方々払いさせて天壇入港せしむるのみなり、さらには学問沙汰にはあらざるなり、家に習い損じの輩の時期知らずを法有にはすべからず、ないし宗祖御教会に同意証文よりも現象には過ぎずと仰せおかせられたい、さようにお示しでございます。今巷は新型コロナウイルスの蔓延により不安かつ不穏な世の中となっております。ソーシャルディスタンス3密を避けながら感染拡大を制御しようとしておりますが、なかなか拉致が開きません。その間リモートウェーブ会議などによる新生活様式などへの転換が叫ばれております。向こう三元両隣という地域社会の在り方が核家族個人主義へと変遷し、今や孤独無縁多子社会となっております。葬儀などの簡略によって人心などが無視され、情け容赦ない無情な人間関係になりやしないかと危惧するのは私だけではないと思います。街道商人のこうした気概を私どもも共有させていただき、この国難危難を乗り越えるためにもお題目苦笑信仰を不退転の決意を持って臨ませていただき、さらに外に向かってお題目を広めるよう努力精進をさせていただくことが肝心であると、このご教科で拝察をする次第でございます。故にご教科に政府はどんな親父と人とはば、何にも知らぬ真の俗物